君が話してるのは後悔についてだ。だから後悔についての話を聞きたいならただそれについて質問しろ。タイムトラベルなんてくだらないことを持ち出さずにな。分かった。である？後悔か。ああ。私が悔やんでること、悔いてるのは大学院生だった時、私は会社を始めた。当時友人だと思っていた人たちと、目標は私の発見を商品化することだった。その後しばらくして、会社を去った。紳士的に対処したと思っていたが、後で気づいた。彼らは巧妙にうまく立ち回り、私が発見したものを手放すように仕向けてたんだ。その結果私は今こうして君とここにいる。あんたが作ったその会社は今もあるのか？ああ、ある。会社はうまくいってる？とてもな。なんでそれを今まで黙ってた？それなら何か手を打てたのに。不当解雇、知的財産窃盗、特許詐欺、私にできることがあったはずだ。この件で訴えるなら君に弁護は絶対に頼まない。まあ、旦那。で、君は何が後悔？一つある。いや、もういい。二十歳の頃、22だ、デパートの前でわざと転ぶ詐欺を企てた。バカな若者だったから目立とうとしたんだ。で、すごいスピードで勢いよく氷を滑ったらひび割れる音がした。ヒュー、氷じゃなくて骨が。本当に怪我してしまった。それ以来膝の調子がずっと悪い。わざと転ぶ詐欺？その金でバーテンダーの学校を卒業した。なるほど。つまり君は昔から変わらないんだな。